はい、では今豊田市に来てますけども、豊田市にあるですね、豊田生協なんですけども、ここにですね、旧マイカルの、ですね、こちらトヨタサティがあったところですね。こっから今からですね、ぐるっと一周回りたいと思います。では行きましょう。はい、ではちょっと行きますね。この建物が、旧マイカルのですね、建物でございました。で、ギャザっていうですね、建物っていうかですね、このなんていうんですかね、こちらのですね、商業施設になってるみたいでございます。で、マイカルのですね、建物の、面影を残させるところがですね、まずはこのギャザっていうところのですね、建物の、見てもらえばわかりますけども、こういう感じですね。このところはですね、完全に前からの建物、いや、あれなんですよね。で、行きましょうか。関東からですね、このまま歩いてきた、自動車で来ましたけども、めちゃくちゃ時間かかったんですよ、本当に。ここ来るまでですね、ここなんですね。ちょっとここから今渡りましょう、ね、ちょっと渡りますよ。この雰囲気はマイカルの雰囲気ですね。こんな感じですね。ちょっとこっち行きましょう。ちょっとですね、マイカルの跡をですね、忍ばせるやつは、まあ、こういうやつはまさにそうですよね。このこういう色はもうそうなんですよ。ただ、一番いい感じのですね、マイカルだっていうのは本当に如実に分かるやつですね。は、こっちに来ると分かると思います。こんな感じですね。建物のドアですね。これは本当はもう、ピンク色だったかと思います。当時はですね。ちょっとこっち行きまして。あれ、ちょっと逃したか、さっき見かけたんだけどな。さっき見かけたマークはどこ行ったかな。こっちの方ですけどね。マイカルの、あ、来た来た。名鉄。名鉄ですね。ちょっとあんまり、なんかマイカルっぽく全然感じないですもんね、雰囲気的に。ちょっと皆さんにですね、ちょっと絶対に、マイカルっていうですね、感じをちょっとお見せしたいと思います。絶対にですね、どっかにあるはずなんで。まずこれですね、マイカルのこれ商館ですね。もともと、マイカルが商品管理。後ろからこれ商品搬入するところですね、ここが。前からの商品管理の場所ですね、当時のですね、はい、でございます。名鉄トヨタホテルになってますね、今ですね。名鉄トヨタホテル、
でございます。ちょっと行きまして、名鉄トヨタホテルというふうに銘打ってますけども、もともとはちょっとですね、ぐるっと回んないとこんな感じですね。これはどうだろうな、ちょっとわかんないですね、はい、ちょっとこっちの方に何かですね、なんかそれらしい残りがみたいのがあればいいんですけど、ちょっと待ってくださいね。コモスクエア、トヨタなんとか、これですね、旧マイカルのですね、当時の旧マイカルですね。これは絶対にそうだと思います。もうちょっとまっすぐかな、もうちょっとこっちの方か、こんな感じですかね、こんな感じになってますね。はい、こっちの方ちょっと一回失礼します。ちょっとこっちの方なんですけども、この枠ですね、この枠は絶対ね、9枚からなんですよね。あ、ちょっと失礼しますね。大規模小売店舗、書いてある。平成元年2月の1日というふうに書いてあります。こんな感じですね。はい。専門店街ですね。ちょっとぐるっと回りましょう。イオンシネマがこの目の前にありますけども、ちょっとこれで終わらせようと思いますけども、ちょっとこれ上から撮った方がいいな、上から撮った方がいいですね。ちょっともう一回ちょっと上行きましょう。放水口とちょっともう一回上行かせてください。それでエンディングにしましょう。ギャザですね。あ、すみません、失礼します。はい、じゃあ。ここまで、まあ、時間は9分、10分超えるかな。ちょっと階段登りましょう。階段登ります。階段登って、エンディングでいきましょう。イオンシネマですね。
あ、これですよ。ちょっといい角度かな。これ、ちょっともう一回上がりましょう。こんな感じですね。これもともとがトヨタサティだったんですよね。ちょっと行きまして、でそこの上のところの階段でエンディングにしたいと思いますけども、真正面ですね。まあこういう感じですかね、うん、どこに、こっちで行きまして、よいしょ。まあ、入り口がこんな感じですね。ちょっとこっちから見せますね。最後のあがきってわけじゃないですけども、あ、ここがこんな感じですね。街並み、回転するあの屋根がありますね。これですね。これは何の建物か誰か分かる方教えてください。回転する街、あの多分これ上のところが動くんですよね。これあの柏にですね、そごうがあったんですけど、そこの食堂みたいな感じですね。はい、では一回切ります。どうもありがとうございました。こんな感じですね。